衣料品店のユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正社長は、世界各地にあるユニクロの倉庫内で物流の自動化を進めると表明しました。サプライチェーンの改革というあのことでは、多分世界でも非常に珍しく初めてのような試みなんじゃないかなというふうに思います。衣類は頻繁に種類が入れ替わり、似た商品も多いため、ネット通販の顧客向けに機械が1着ずつ倉庫から取り出して運ぶのは難しいとされてきました。今回協力企業が衣類を見分けるセンサーを搭載したロボットを開発し、物流の自動化に成功したということです。今後世界各地の倉庫にこのロボットを導入し、業務の効率化を図るとしています。